également une Condor Massa. Mon jeu qui va finir par l'emporter facilement d'une demi-longueur. Et Condor Massa est deuxième, Croco Rouge est troisième. あ、こんにちは。皆さん、こんにちは。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。凱旋門賞について話したいです。はい。海老名さんは凱旋門賞で、2回2着だったね。はい。Et c'est parti pour l'Arc de Triomphe 1999 avec un excellent départ de Fantastic Light, mais El Condor Passa, El Condor Passa fidèle à son équipe maintenant avec le スタートからどんな感じでしたか？プランありましたか？プランはまあラビットがいるって言ってたんで、ラビット生かしてまあその後ろか後ろぐらいにつけられればいいなと思ってましたし、でもゲート早いんで。まあ、おそらく花行くこともあるだろうなっていうのは思ってたんで、行ったら行ったで大丈夫でしょうっていうのは思ってたんで、まあ行ってくれるなら全然行ってもらっても無理にこうセリフ。El Condor Passa qui aborde en tête la fausse ligne droite, mais l'Allemand Tiger Hill maintenant veille au grain, se rapprochant librement. 日本では馬がスタートからすごい速いですから。普通ヨーロッパちょっと違いますねみんな我慢したいからそうですね、もうすぐ前の方に、なりましたね。こういうレースではその判断することが難しいです。直線でのことを教えてください。気持ち誰も来るなって思ってましたでも来ましたね、やっぱり来ましたね、やっぱりあの馬がやっぱりあの馬でした。うん、まああの馬がきっと、まあ、合わせに来た時はもう足音が聞こえてきました。絶対負けると思いましたか？いやでもちょっとこう頑張ってたんで、頑張ってたね、うん、来た時に馬は頑張ろうと思ってましたけど、彼の方がやっぱりもっと足ありました、うん、でもう出られちゃいましたから、出られてそのまんまでしたけど、首ぐらいでずっとそのまま追っかけてましたけど、うん、やっぱりあの馬場の重さだったんで、うん、そうそうそう、かなり答えましたね。苦しい、うん、でも後ろは、ね、そうそうそう、5馬身ぐらい離れてましたから、モンジューはまあスーパーホースでしたねすごかったよね。まあ、レース前に、ロンションの馬場を歩いたと思いますが、うん、何が一番びっくりしましたか？そうですね、まあ、芝の深さっていうのも当然日本とはね違いますし、うんうんうん、やっぱ雨降った時のやっぱりなんていうのかな、こうソフトになる感じが日本とは全くこうちょっと違うというか、重いっていうか本当に、うん、だから日本馬にとってはフランスの馬場になれるためはちょっと難しいですね、うん、そうですね、多分すぐ行ってすぐはやっぱり馬は順応できないんで、まあそういうことも含めてエルコンドルパサは半年間の遠征をこうオーナーのまあなんていうかな理解で、まあ、半年間遠征させてもらったっていうのが非常に良かったんだと思います。De son talent face à Tiger Hill qui sera deuxième, Rimwell garde justesse, El Condor Passa 100 mètres, c'est El Condor Passa qui reprend ses droits sur Borgia qui sera deuxième. Croco Rouge finalement prend sa cadence. 凱旋門賞の 2-3 日前はどんな気持ちでしたか？なんだろう、オリンピックで国旗を背負ってる感じ、
あ、そう、うん、まあなんかやっぱり日本を代表して凱旋門賞に来て、こうなんか君が代を流したいみたいな、そういう感じ。だからすごく残念ではあります、うん、だけど僕にとって、僕にとってはもしかしたらその負けたことによって、あのジョッキーとしてね、うん、もっと頑張ろうと思ったかもしれないし、そこで調子に乗って勝てたら調子に乗って天狗になってたかもしれないし、分かんない。だからすごくその負けたこともプラスだっていう、まあ結果としては残念だったけど、自分のジョッキー人生としてはもっとまたチャレンジしようとか、はいはいはい、日本でももっと頑張ろうとか、うん、なんかそう、またポジティブ、そうそうそう、そういうふうに思ってたから、うん、だから残念でまたチャレンジしようっていうふうに思って、日本でももっと頑張ろうって思っていられたのは負けたからかもしれないし、そこはあのそう思ってなんか頑張ってきました。